エドワード・エマーソン・バーナードエドワード・エマーソン・バーナードはアメリカ合衆国の天文学者。E.E.、E. バーナードの名で広く知られ、多くの業績を残した観測天文学者である。アメリカのテネシー州ナッシュビルに生まれ、兄弟が一人いた。父親が彼の生まれる前に亡くなったため、貧困な家庭に育ち、学校教育をあまり受けられなかった。幼い頃から写真に興味を持ち、 9歳で写真家の助手となった。後に彼は天文学に興味を抱くようになった。1876年に後継5インチの屈折望遠鏡を購入。1881年には初めて水星を発見した。同じ年に2個目、翌1882年に3個目の水星を発見した。1881年。 写真スタジオで働いている時代に、イギリス出身のローダ・カルバートと結婚した。1880年代には裕福なパトロンがつき、新水星を発見するごとに200ドルの援助を受けた。彼は、この時期に、計8個の水星を発見し、この援助金で妻のために新居を建てた。エドワードの名前が、ナッシュビルのアマチュア天文家の間で知られるようになると、彼らは寄付を募り、 エドワードがバンダービルト大学に入学するための奨学金を集めた。彼は30歳で大学を卒業し、リック天文台の職員となった。1892年、ある新請の観測を行っている時に、新請からガス状の物質が放出されていることに初めて気づいた。このことから彼は、新請が星の爆発現象であると推定した。同じ年に、 木星の5番目の衛星アマルテアを発見した。これは1609年にガリレオ・ガリレイが木星の4つの明るい衛星を発見して以降最初の新衛星発見であった。これはまた肉眼で衛星が発見された最後の例である。1895年にはシカゴ大学の天文学の教授に就任した。この大学ではヤーキス天文台の合計40インチ望遠鏡を 使うことができた。この時代の彼の仕事の多くは、天の川の写真を撮影することに費やされた。同僚のマックス・ウォルフと共に、彼は天の川に見られる暗い領域が実際には、ガスやゴミの雲であり、背景にあるより、遠くの構成を隠しているのだということを発見した。同年には、オリオン座に、参考成分を発見し、彼にちなんで、バーナード・ループと命名された。 1916年に彼はヘビ使い座に他の星に比べて固有運動が非常に大きい星を発見した。この暗い星は彼にちなんでバーナード星と呼ばれている。バーナード星はケンタウルスザアルファ星に次いで太陽から2番目に近い恒星である。1923年2月6日、ウィスコンシン州ウィリアムズベイで死去し、ナッシュビルに埋葬された。 彼の死後、彼が撮影した天の川の優れた写真は、フォトグラフィックアトラスオブセレクテッドリージョンズ・オブ・ザ・ミルキー・ウェイという写真集として出版された。この中で紹介されている約350個の暗黒星雲には番号が付けられ、バーナードカタログとして現在でも用いられている。1881年から1892年までの 間に彼は14個の水星を発見している。このうち、周期水星は3つ発見したが、そのうち2つが近年番号を登録された。ありがとうございます。